東京大学は東京都文京区本郷7丁目3番1号に本部を置く日本の国立大学である1877年に設置された大学の略称は東大駒場キャンパスの銀南並木本郷キャンパスの銀南並木東京大学は欧米諸国の諸制度に習った日本国内で初の近代的な大学として設立された東京大学には 特に創立時に明文化された見学の精神はない。しかし、国立大学法人化に伴い、現在は、東京大学憲章が定められている。東京大学憲章は、大学としての使命を公に明らかにすることと、目指すべき道を明らかにすることを目的として、学内有識者会議によって制定されたものである。 学部教育の基礎として、リベラルアーツ教育を重視することを謳っている。駒場バキャンパス専門本郷キャンパス専門家氏は、キャンパス教育研究とキャンパス。東京大学は、主な3つのキャンパスごとに教育内容、研究内容を意味する。教育内容の面では、主に教養課程を実施する、駒場キャンパス、専門教育を行う本郷キャンパス。 主に大学院課程の教育を行う柏キャンパスに分けられる。また、研究内容の面では、学際的な研究を行う駒場キャンパス、伝統的な学問領域の研究を行う本郷キャンパス、新しい学問領域の研究を行う柏キャンパスに分けられる。こうした、キャンパス分立体制は、学部ごとにキャンパスを分けることの多い他の大学と、 比べると珍しい形態である。さらに、現在でも、学部入学時の教養課程を分化して設置している、ことも、日本国内の大学では、珍しい存在となっている。リベラルアーツ教育上述した通り、リベラルアーツ教育を重視しているのが、東京大学の教育の大きな特徴である。教養学部前期課程において、教養教育科目が開講されており、 その実施には、東京大学のすべての学部、研究科、研究所が参加している。主に担当する、教養学部では、各大学一件ずつしか応募できない特色ある、大学教育支援プログラムに、教養教育と大学院先端研究との、創造的連携の推進で応募したことが、大学として、教養教育を重視していることの表れであるとしている。 受賞2021年12月時点、東京大学が公式に認めた、ノーベル賞受賞者は13名、東京大学に関連する受賞者は18名で、そのうち12名が学位を授与されている。大学評価の世界的指標の一つである、クワクアレリ・シモンズによる、QS 世界大学ランキング2022における、総合評点の世界順位は、22位の、 香港大学に零点一ポイント差の同点二十三位であった。評価指標別ではアカデミックレピューテーションで満点を達成した世界の発行のうちの一つでありアジアでは唯一である。インプロイヤーレピューテーションでは世界第十位等を獲得した。またタイムズハイアーエデュケーションによるザ世界大学ランキング二千二十一から二千二十二では世界順位は 同点35位、アジア第5位である。タイムズファイヤーエデュケーションがベネッセと連携して、日本の大学の評価を発表している。ザ・世界大学ランキング日本版2021では、4位の、京都大学に追い上げられながらも、総合第3位であった。分野別ランキングは、US ニュースにおいて、以下の通りであった。学部入学試験東京大学の学部入学試験は、 高度経済成長期以降に激しくなった受験戦争の象徴として日本社会に対して様々な社会的影響を与えてきた。2016年入試で初めて推薦入学制度を導入した。2021年の推薦入試においては受験者177人中92人が合格。 一般入試においては受験者8474人中2994人が合格、入学者数は特別選考を含め3130人であった。大学院入学試験2021年の志願者数は8126人、入学者数は3323人であった。東京医学校本館、改正学校東京帝国大学赤門、明治維新直後に、 政府は、旧幕府直轄だった昌平坂学問所、改正所、医学所を統合して、大学校を建設した。右与曲折を経て1871年に、大学本校が廃止され、改正所は、南校、医学所は東校に改称。その後、東京改正学校。 東京医学校への改装を経て1877年4月12日に、至って合同することになり、文部省所管の管理東京大学が創設された。この4月12日は現在、東京大学記念日となっており、この日に入学式が行われている。当初は、法、理、医、文、四学部と予備門を持ち、生徒数1600人ほどの専門教育。 普通教育機関であった。日本で初めての近代的な大学であったが、学士の学位を授与する機関としては1876年設置の札幌農学校に次ぐ2番目に古い高等教育機関とされる。1886年3月2日に帝国大学令によって帝国大学と解消するとともに、工部大学校を九州合併して、法、 文、校の語文化となった。逆に、予備門は分離して、第一高等中学校となった。1890年に、東京農林学校を九州合併し、農科大学が設置された。1897年6月22日には、京都帝国大学創設により、東京帝国大学に改称 1919年の大学令による改革で学部制が採用され、この際に経済学部が新設された。第二次世界大戦後の1947年9月30日に東京大学へ改称し、1949年5月31日に新生国立大学に転換された。この際に第一高等学校と東京高等学校を 九州合併し、それぞれ教養学部と教育学部となった。1953年4月に大学院が設置され、1958年4月に薬学部が新設された。詳細な歴史は、夏季年表を参照のこと。明治加藤博之渡辺幸喜浜尾新都山、小一菊池大六山川健次郎、東京帝国大学行校大賞1916年頃の、 東大生小石川植物園を訪れた、アインシュタイン大将関東地震で被災した、東京帝国大学、安田行動昭和1930年春の、東京帝大野球部航空研究所本郷キャンパス、柳原忠夫。第二工学部本部事務室出ラ学徒総公会、昭和南原茂ルイールズ、生命反対闘争壁新聞を眺める東大生。 TAC1959 平成小芝、ホールヒューマノイドロボット、小太郎東日本大震災で、津波被害を受けた、国際沿岸海洋研究センター、伊東国際学術研究センター大和指び来た学術研究館駒場リサーチキャンパス令和その他、創立以来日本全国各地に研究施設、実習施設、課外活動施設を設けている。スクールカラー、 東京大学のスクールカラーは単性である。これは、東京大学ボート部が1920年9月24日、京都大学と初めてボート競技を行った際、乗るボートをくじ引きで決めたところ、東京大学は単性京都大学は納性となったことに由来する。また、各学部ごとのカレッジカラーも存在する。シンボルマーク、東京大学のシンボルマーク、 東京大学のシンボルマークは、黄色と単性の2枚の銀杏の葉を組み合わせたもので、国立大学法人化に際して制定された、商標としても登録されている。このシンボルマークは、東大マークと呼称されるが、商標は図案のみの登録で、東大マークという名称は、商標登録されていない。なお、東京大学にはそれ以前から、 様々なところで使用されてきた銀杏のマークがあり、そちらは現在、東大マークと呼ばれている。2枚の銀杏の葉に、大学の文字を重ねた図の、東大マークは、1948年に、第二工学部教授の星野翔一が、銀杏バッジとして制作したもので、現行の、東大マークは、東大マークの銀杏の葉の配置を引き継いでいる。東大マークについても、 商標登録されている。これらシンボルマークの他に、東京大学、東大、ユニバーシティオブ東京も、国立大学法人東京大学によって、商標登録されている。東大マーク及び、東大マークの図柄は公式サイト内の東大マーク、東京大学の歌に掲載されている。なお、駒場バキャンパスでよく見られる3枚の柏の葉を、組み合わせたマークは、 旧制第一高等学校のシンボルであり、現在は大学院総合文化研究科、教養学部のシンボルマークである。校歌、応援歌東京大学には校歌が存在しないが、応援歌、ただ一つと運動会以下、大空と、が、東京大学の歌として公認されている。また、学生歌として足音を高めよが存在する。各種学校、専門学校から、 帝国大学令を廃止して、旧制の新大学令により1920年以降に旧制大学に昇格した歴史は、東京大学にはなく、最初から大学として存在するため、校歌というよりも、むしろ学生家だけの存在で代替できるとの見解もある。2004年6月に、東京大学の校歌についての検討会が設置され、大空と、を、 暫定的に効果とする提案がなされた。しかし、ただ一つの方が、親しみがあるという意見が多く寄せられたため、ただ一つと、大空と、お効果ではなく、東京大学の歌と位置づけた。これに加え新しい、東京大学の歌の歌詞を公募したが、入選作品はなく、今後の対応は2005年4月時点で、検討中である。東京大学で、 現在も歌われている歌には以下がある。各曲の楽譜、歌詞、音源は公式サイト内の東大マーク、東京大学の歌に掲載されている。また、これらの歌が収録された CD も東大盛況で販売されている。大学公認商品東京大学内の大学盛況や購買部などでは商標登録された。 図形商標及びザユニバーシティオブ東京名を入れた商品なども販売している。報道各社では、東大ブランドと使うときには、こちらの商品以外のものにも使われる場合がある。大学公認の商品の場合には、図形商標及びザユニバーシティオブ東京名が入った商品が、大学公認のものである。なお、交渉の入ったものは、学生証。 本部出版物などに限られている。学部卒業者数学部卒業者数の累計は292,367人である。大学院修了者数大学院修了者数の累計は、修士号107,261人、専門職学位家庭5,707人、博士号38,480人である。 論文博士の取得者数は29,864人である。職員数は11,356人である。東京大学では、学部入学者全員が教養学部へ一旦所属し、2年間の教養学部前期課程を経て、進学選択により、各学部学科へ進学する制度を採用している。なお、教養学部においては、学部専門教育組織としての後期課程、 そして大学院研究科として、総合文化研究科もある。東京大学の学部入学者は、全員が6つの科類に分かれて、教養学部に所属し、2年間の前期課程を履修する。その後、教養学部も含めた10学部に分かれて2年間の後期課程を履修する。前期課程から、後期課程への進学時に行われる進学選択については、 東京大学の進学選択を参照。なお、後期課程への編入学、学士入学を行っている学部もある。突起している、以外の専攻には、修士課程及び、博士後期課程が設置されている。法学政治学系総合教育棟、赤門総合研究棟医学部、教育研究棟情報学館、福竹ホール各学部、大学院各研究科が運営。 管理している組織。各組織は教育及び研究課題別に組織されており、学部付属が教育組織、実習組織、センターが大学院研究科ごとの研究室に相当する組織。研究課題や共同研究によっては学外からの利用も可能。学部付属機関。 東大病院大学院研究科付属機関、小石川植物園理学系研究科付属植物園、秩父園修林府知研究所専門研究、大学院教育を行う。研究課題によっては、学外からも、利用可能。医科学研究所1号館東洋文化、研究所資料編纂所本館宇宙船研究所、ノリクラコロナ観測所物性研究所、 本館先端科学技術研究センター全学的研究施設センター東京大学教員学生すべてに開放されている学生証の ID 及び教員の ID で利用可能大学共同利用の場合にも開放している総合研究博物館は学外にも開放されており企画展なども開催されている 総合研究博物館付属図書館東京大学、総合図書館総合図書館大階段総合図書館2階閲覧室、駒場図書館東京大学付属図書館は、本郷キャンパスの総合図書館、駒場キャンパスの駒場図書館、柏キャンパスの柏図書館と、学部、研究科研究所等に設置されている、部局図書館の27館、室から構成されている、 増書数は全館合計で約983万冊、国内の大学機関で最も多い。卒業生でも利用カード、あるいは東京大学卒業生カードを作れば利用が可能である。国際高等研究所東京大学全体の学術の卓越性の向上及び国際化を強力に推進するため全学組織である。 東京大学国際高等研究所を2011年1月1日に設置した世界最高水準の研究と国際発信力を強化し総合研究大学としての国際的プレゼンスを高めることなどを達成目標としている総長室直属機構東京大学総長室直属の研究機構最大の目的は 研究分野ごとの研究家連携を進める学際横断型研究機構及び専門研究機構からなる総括プロジェクト機構が大学本部内機構事務部門の効率化を進め各研究分野ごとの公平性を保つことを目的にしている東京大学出版会東京大学総長を会長とする財団法人正確には付属機関ではなく 独立再産性を取る独立した機関であるが、東京大学本郷キャンパス内に事務所があることや東京大学関係者の書籍を発行することを目的としているため、本説にまとめた。主に学術書や大学の講義で使う教科書などを出している。付属学校以下の付属学校がある。本学への優先的入学制度はない。 その他教養教育東京大学の教養教育はカリキュラムこそ現代に合わせて変化しているものの実質的に旧制高等学校時代で重視されていた教養教育の流れを組んでいる大手予備校などの教育関係者やマスメディアの間では旧制高等学校からの教養教育体系がそのまま維持されている大学は現在の日本では 東京大学以外存在していないという評価がある。これは現在の日本では実学が重視されており、多くの大学で教養教育を大幅に縮小するというカリキュラム改変が実施されているためである。採択されたプログラム文部科学省の国交私立大学を通じた大学教育改革の支援プログラムに採択されたプログラム名を以下に掲げる。 授業料減免制度学生の家計について、所得評価額が基準値以下の場合に授業料の半額全額を免除、また総所得が218万円以下の場合は、原則として授業料全額が免除される制度がある。これにより、入学試験合格者のうち年収450万円以下の家庭の占める割合は18%となった。ただし、市費外国人留学生については、 外国人留学生奨学金受給時に授業料減免申請の取り下げ手続きを行うこととする。その他2010年に創立史上初の学位の取り消しが行われた。2003年3月28日に博士の学位を授与されたトルコ国籍の大学院工学系研究科博士家庭学生について、 不正な方法で学位を受けた事実が判明したため、学位を取り消すこととなった。21世紀 COE プログラム28件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラム17件のプロジェクトが採択されている。中、21世紀 COE プログラム、グローバル COE プログラム以外にも通常の研究教育活動や、 特に科学研究費による研究は行われている。なお、科研費以外にも研究テーマによって、特別研究費、企業委託研究費、採択研究費の研究費があり、これらが研究活動の源泉となっている。例として、グレーププロジェクトは、採択研究費と企業委託研究費からなる。また、寄付口座によって運営される研究室もあり、この場合には、 教職員は企業からの派遣によって成り立っている。特別栄誉教授東京大学で世界的に著しい功績を挙げた教授あるいは勤務した者に対して授与される終身称号のことである。東京大学より称号の授与とともに栄誉手当が支給される。2004年4月1日に 東京大学特別栄誉教授規定を制定し、2005年1月1日付で4人の東京大学元教授に初めて東京大学特別栄誉教授の就寝称号を授与した。研究成果の社会展開2005年には独立採算制による株式会社東大 TLO を設立し、研究成果の特許化及び特許流通を進めることになった。 研究成果を広く社会に認知してもらうことと大学研究資金の一助としての活動が期待されている。なお、TLO 組織は合図大学より始まり、東京大学でも2008年度から特許流通事業を開始したところである。2010年代、世界に開かれた大学づくりが 国家的戦略として掲げられたのと気を一致にして、東京大学での外国人留学生の受け入れ数は、急増している。各大学とも国際化拠点整備事業にエントリーして、モデルとなる事業を進める中で、特に、東京大学においては、質の高い優秀な留学生の受け入れを行い、ハイレベルの国内学生との優れた、知的創造のアマルガム生成が期待される。 2020年代でもスーパーグローバル大学創生支援事業が進められている。令和3年度予算額33億円。うち東京大学はタイプ A に位置づけられている。2021年5月1日現在4283人の留学生を受け入れている。とりわけ80%以上を占める死国人留学生は 2010年以降の10年間で1.75倍に増加しており、大学は留学生の支援に力を入れている。2020年5月1日時点を基準にした調査結果では、留学生受け入れ数は国内の大学の中で2位となっている。2021年度の出身国、地域別の内訳からは、中国が外国人留学生の約65%を占め、続いて、 韓国が8.5%を占めていることが伺えていて、その他にもヨーロッパからの学生は4.0%、北米からの学生は2.3%となっている。この年は100カ国から4282人の学生を受け入れている。課外活動を行う団体、組織は大きく分けて運動会とサークルに分かれる。このうち運動会は 他大学によく見られる、体育会に相当する組織である。学部生は原則として、全員運動会に入会するので、学部生であれば、誰でも五殿下記念館などの運動施設の利用、運動会主催の各種大会、講習会への参加、保健体育料、スポーティアなどでの宿泊等が可能である。大会等に出場するには、運動会に属する部に所属する必要がある。 運動系の活動は運動会に属する部のほかサークルに参加しても行うことができる。音楽系や文化系の活動を行う場合にはサークルに参加することになる。東京大学運動会学生、院生、研究生、教職員、卒業生、修了生、元教職員などを会員とする財団法人。学部生は原則として全員加入であり、 年会費が必要。アメリカンフットボール部や想定部、公式野球部、応援部は有名である。全国7大学総合体育大会の参加校で、2009年により、京都大学との間で総合戦も開催されている。サークルを大きく分けて、学生部学生課の管轄下にある、学生団体と、教養学部学友会に加盟しているサークルの2つに分けられる。また、 このどちらにも属さない非公認サークルも存在する。学生団体大学当局の公認サークル。団体設立には必ず顧問教官を置く必要があるほか、本郷キャンパスにサークルの活動拠点になるような場所が事実上存在しないため、サークル活動を維持するには、駒場キャンパスでの便宜を受けられる、学友会加盟サークルで十分な場合が多いなどの理由から、 公認を受けないサークルが多い。教養学部学友会加盟サークル教養学部の学生自治団体の一つである学友会に加盟しているサークル。サークル設立に最初顧問教官を置く必要がない、上、学友会を通じ大学からのサークル援助金を受け取ることが可能。また援助金以外にも物質の確保などコマ場イキャンパスにおけるサークル活動を行う。 際の便宜が十分に得られることから、大半のサークルはこちらを選択している。学生自治会かつては、各学部の学生自治会の連合組織として、学生自治会中央委員会が置かれていたが、現在は存在していない。学生自治会ないし、それに相当する自治団体としては、教養学部前期家庭の、東京大学教養学部学生自治会。 法学部の東京大学法学部緑会、医学部自治会などがある。5月祭と駒場祭りの二つがある。5月祭は研究発表が中心であるのに対して、駒場祭りは教養学部全期課程に在籍している学生の活動の発表を中心に行われている。5月祭5月祭5月祭は東京大学本郷キャンパスで開催される大学祭。 5月祭常任委員会により開催されている。例年5月末の土日の2日間にかけて開催されている。5月祭の期限は1923年5月5日に東京帝国大学で催された第一回大演友会であり、その後全学大懇親会、全学公会と名称が変わり、1933年に現在の名称になった。 テーマ駒場祭と違い、5月祭ではテーマがある会と、ない会がある。駒場祭駒場祭駒場祭祭は、東京大学駒場アイキャンパスで開催される、大学祭。教養学部前期家庭の学生を中心に、構成される。駒場祭委員会により開催されている。例年11月下旬勤労感謝の日付勤の3日間に、開催される。駒場祭りの期限は、 1891年に、旧制第一高等学校で開催された第一回記念祭にまで遡る。1950年3月1校が廃止され、新制東京大学に移行した後、同年11月25日に、第一回駒場祭りが開催され、現在に至る。初代委員長は、小倉勘太郎。本部長者総長は、学内選挙によって選出される。 大学の管理責任者であるのみならず、東京大学という学問の負を象徴する存在として機能している。理事は総長が任命し、総長と理事で役員会が構成される。このほか、幹部職員として副学長や幹事、副理事等が置かれている。このうち、幹事は文部科学大臣が任命する。職制度東京大学新聞社学生新聞。 東京大学新聞を発行している公益財団法人。編集部はすべて東京大学の学生で構成されており、新入生募集などが一般のサークルと一緒に掲載されることもあるが、東京大学教授を理事長とした法人格を有する団体である点が大きく異なる。大学関係者一覧記微文書及び文書は東京大学の活動の発展に、 顕著な功績のあった、個人、法人あるいは団体に授与される。2002年度から授与されている。具体的には、資材の寄付、ボランティア活動、寄付講座設置などを行ったものが対象とされている。キビ門は、中国の戦国時代の蔡の首都、林氏の縄文の名前である。聖の伊王、仙王が学者をとに集めたため、学府として栄えたことに由来する。 同窓会組織各学部、学科ごとに同窓会が分立している。これは東京帝国大学時代に各学部の独立性がとても大きかったことの名残である。近年は全学的な同窓会連合組織である東京大学同窓会連合会や赤文学友会が発足している。卒業生個人は各学部ごとの同窓会や赤文学友会に 加入できる。この他に、サークルゼミクラス単位の同窓会や地域ごとの同窓会もある。また、女子卒業生のみの、さつき会もある。コマバ友の会は、コマバキャンパスの同窓会としての性格を持っている。学士会学士会文館。右端にビアガーデンの上りなどが見える。1886年に、東京帝国大学卒業生によって設立された。 同窓会組織であり、旧帝国大学出身者及び教授、准教授、学長と、その経験者で構成されている。2008年度まで、本郷キャンパスの赤門付近に、学士会文館があったが、一体の再開発計画に伴い閉鎖された。1965年から、毎年夏季に開かれていた、ビアガーデンも2007年度を最後に廃止された。 東京大学卒業生カード三菱 UFJ ニコスと提携し、同窓生向けのクレジットカードを発行していた。黒を基調にした一般カードとゴールドカードが存在した。付加機能としては、総合図書館の入館証を兼ねていた。東京大学は、新生大学となってから長い間本郷駒場の主要にキャンパスで構成されていたが、 1992年6月に立案された三極構造構想に基づいて、柏キャンパスが設置されてからは、本郷駒場、柏が主要キャンパスと扱われるようになった。現在、東京大学公式サイトでは、これらに、白金中野を加えた5キャンパス体制を謳っている。本郷駒場、柏はさらに複数のキャンパスに分かれている。 東京大学キャンパス計画委員会規則では、本郷地区とは、本郷、浅野及び弥生の各キャンパスを言い、駒場地区とは、駒場第一及び駒場第二の各キャンパスを言い、柏地区とは、柏キャンパスを言い、ケミ川、西千葉、柏通地区とはケミ川、西千葉及び柏2の各キャンパスを言うと定義されていたが、 2007年1月の柏地区キャンパス開発利用計画要項の改正により現在では柏2キャンパスは柏地区キャンパスに含まれることになっている東京大学校内には歴史的建築が多数存在するため代表的な建造物については東京大学の建造物で詳しく解説している本郷地区キャンパス後期課程と大学院のほとんどが 設置されているキャンパス。駒場地区キャンパス教養課程などが設置されているキャンパス。柏地区キャンパス自然科学系研究所などが集中設置されているキャンパス。白金キャンパス、白金地区あるいは白金台キャンパスとも呼ばれる。中野キャンパス、中野地区とも呼ばれる。旧西東京高等学校が所在した場所である。現在は東京大学。 教育学部付属中等教育学校が所在する。1962年に東京大学海洋研究所が設置されていたが、2010年4月に東京大学大気海洋研究所として、柏キャンパスへ完全に転した。その他の施設このほかスーパーカミオ館で、農学生命科学研究科付属演習林、医科学研究所付属天マ 病害動物研究施設など全国各地に研究施設を持つ。中央食堂安田行堂内部東京大学大行堂は安田行堂の異名を持ち赤門と並んで東京大学を象徴する建物となっている。東大紛争の際に発生した東大安田行堂事件は昭和の事件史では必ず取り上げられるエポックとなっている。 赤門本郷キャンパスの校門の一つである。正門ではない。1827年に建てられた旧加賀藩主前竹上屋敷の御主伝門である。御主伝門は一般に消失しても再建を許されない、監修があり、貴重な現存物となっている。1931年に旧国宝に指定された。赤門は東京大学の遺書にもなっている。 第二次世界大戦前における日本国内の大学の衣装にも影響を与え、門という衣装を持つ大学を増やした。東京大学医学部が自ら名乗る衣装である鉄門も赤門に影響されて付けられたものと推測されている。テレビなどで東京大学を紹介する際にも東京大学の象徴としてよく背景に用いられる。 2020年に両脇の番所の耐震基礎診断を行ったところ一部の耐震性能が低いことが分かり赤門の耐震性能も低い恐れがあるため2021年2月12日から閉鎖されており耐震診断が実施される東京大学には以下の4つの学生宿舎がある前期家庭学生は三鷹国際学生宿舎に入居できるなお 大学宿舎再編に伴い、追い分け国際学生宿舎の募集は、2021年秋期、入居分をもって停止される。ケミガワ総合運動場千葉市花見川区にある。運動場の利用は、東京大学関係者に限定されていない。かつては、ゴルフコースやケミガワ学生寮があり、地方から上京した学生が、東京都内の駒場、本郷のキャンパスに通っていた。 部活動やサークルの合宿が行われることも多かったが、現在はあまり使用されていない。大賀一郎博士が1951年に約2000年前の地層から古代ハスの種子を発見した場所でもある。このハスは大賀ハスと名付けられ、このため植物学者の間でも著名な場所となっている。 産学競争推進本部を設けて、既存企業との産学連携のほか、東京大学関係者による、ベンチャー企業企業を支援している。インキュベーション施設への入居受け入れのほか、ベンチャーキャピタル、東京大学競争プラットフォーム開発、東京大学エッジキャピタルによる投資を行うことも、ある。 こうしたベンチャー支援の取り組みを示すブランド、うちえを2019年に制定した。それに先立って、研究成果の活用を支援する、東京大学エクステンション株式会社を2018年に設立した。朝日新聞社と連携して、たびたびシンポジウムや、世論調査を含む共同調査などを行っている。三重県四日市市にサテライトを設け、 地域の課題解決を研究する協定を締結。2021年度の国際交流協定。ありがとうございます。